はい、続いて中の様子になります。まず、天板開けますと一番目につくのがこの大きなヒートシンクですね。これはトランジスタがついてます。ヒートシンクは2個ですね。大きい方と小さい方2個ついてます。でそれぞれ、冷却ファンですね。これで、熱を逃がしております。じゃあちょっと離れますね。で、こちらが、電源トランスです。トランスも2個ついてます。で、こちらちょっと左に回り込みます。ここにもね、トランジスタついてるんですが、一番右側のトランジスタがちょっと印刷が違いますよね。 2SD の114かな、東芝の。ちょっと今逆さになってますが、右側だけねちょっと違うメーカーの多分同じような規格のトランジスタがついてます。多分これ修理したんですよね。で今ちょっとね気がついたんですが、こちらがトランスなんですけど、これが 100V って書いてあります。もしかするとこれなんか直列と並列をつなぎ替えると 100V でも使えるのかなと。 200V オンリーになってますけど、100V のトランスをね2個直列にして使ってるんでしたら、内部配線をちょっと変更すると 100V 仕様になるのかななんてね今ちょっと考えました。で、あと1個の方のこの大きいトランスね、はい、これが、あと1個の方の大きいトランスになります。でこちらが、100A、すごいですね。100A なんてこんなでかいヒューズ見たことないです。で、こちらが、30A と、こちらもねかなりでかい。普通の電子機器ではねこんな大きな、ヒューズはついてないですが、ついてます。あとと整流はどこでやってんだろうね。ちょっとここからはね整流回路は見えないですね。多分この放熱器のついてるトランジスタの下あたりが怪しいですよね。なんかこの辺の下の方にもしかすると整流器はついてるのかもしれないですけど、まあこの線の太さから言うとね、鉛筆なんかよりもねこれ、この赤い端子かな、これなんかもね、鉛筆よりも太い電線なんでかなり電流が流れそうですね。100A タイプみたいです。まあそんなのがね、この安定化電源の内部になります。でこの放熱器なんかもね、かなり大きいやつで、多分40年前でもジャンクで1個5000円ぐらいしましたんでね、多分右と左の放熱器、当時の値段で、これで5000円、5000円で1万円ぐらいになったのかな。そのくらいの価値は昔はありました。今はね、多分スイッチング電源になってるんで、こういうバカでかい電源は あまりないです。まあ63キロあるんでね、ちょっと動かすって言っても動かせないし、保守点検やるって言ってもねちょっと重すぎます。まあそんな感じでね、これが1000円ちょっとで、埼玉県の、リサイクルショップで、ネットで出てましたんで落札しました。重いんでね多分あまり買い手がつかないのかなと。この他にね180キロの電源が出てるんで、ちょっとそちらもね冒険してみようかなと。今999円なんでね、スタートの値段が、ちょっとそちらも冒険して、もしねまた入札できたらば報告したいと思います。
でも、そんな感じでね、比較的、まあ、綺麗な電源で、しかも動かないっていうことでジャンク扱いで、購入しました。これもね今すぐはできないんで、ちょっと農作業が一段落したらちょっといじって遊びたいと思います。以上です。